今回のフォローマイ F は関西のビッグバスレイクで起こった記録的超高気。あし、ドロモイドでかい。ガシャ。いった。よし。おかっぱりのレジェンドでさえ初めて経験したというランカーサイズのラッシュ。バスアングラーの夢60を本気で追った光太郎、結果は果たして。あちゃ、あったあったあった、でかい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 のが食っちゃった。やばい。今回の舞台は関西指折りのビッグバスレイク、兵庫県三田市の青野ダム。3月下旬、朝光初日、見上げれば桜がほころび春の様相かと思いきや、見下ろすと若葉に降りる霜。なんと急激な冷え込みにより朝の気温は氷点下1度。水中への影響が気になる。おかっぱりのレジェンド川村光太郎も予想していなかったタフコンディションでのスタートだ。もう桜も開花してるタイミングなのに冬に戻っちゃった感じで、バックウォーターこう歩いてきたんですけど、まあ、まず水が少ないなっていうのと、ワカサギレイクなんですよ。でワカサギに絡めて釣るのが、まあ、そのワカサギの接岸とかこういったバックウォーターへの遡上に絡めて釣るのがいいんだろうなと思ってるんですけど、まあ、今のところちょっとね気配はないんですけど、追っかけていきたいと思います。今回の目標60超えで、まあ、それをパッと来て釣ったら地元超えと言っていいんじゃないかなと思ってます。よし、なかなか60超えって言えるフィールドないですからね。いるから。では行きます。光太郎が最初に入ったのは2本あるバックウォーターの黒川筋。まあ、今このバックウォーターは特に冷たいかな。まあ、ところどころで測ってみますね。でバックウォーターどう？まずは水温をチェック。よいしょ、もういいだろう。わお、6度しかないぞ。6度これまずいでござる。6度はまあやってみよう。ルスコックダディも普段 2,3 節カットするんだけど、今回はもう丸々セットする、ね、ファーストチョイスなんですけど、ヘビータックルの方にね、ギャップジグ 7g にブルソークダディ丸付けと、もう一方がスピナーベイトビーブルで、ワカサギをイメージして、まあ、カラーとちょっとね尻尾のピリピリっぽいトレーラーワンもつけて、ブレは5インチちぎってね、まあ、ルアーはもうやりながらいいと思ったやつに変えてきます。じゃあ歩きます。光太郎自身未だ手にしたことのない60、夢を叶える兆候が始まる。本当はもうこの辺からチャンスありそうだったのにな、普通の水がありゃ。減水によりカバーが極めて少ない状況。まずはギャップジグをキャスト。中層を泳がせる。
を探る。浅いな。で、多分2メーターまだない。予想外の低水温、ある程度の水深は欲しいところ。まずはいうとこ見つけないとな。ここまでキャストする。ああ、いや全然思ったより浅い。見た目の傾斜より深くなってないな。反応もない。移動します。バックウォーター、黒川筋から少し下り、本湖への出口部分へ。ビーブルで流しながら、スピナーベイト、ビーブル8分の3オンス。バックウォーターまでは上がってなかったけど、それのちょっと下流の縁だ。イメージ的には上流からチェックしてって、で下りながら、じゃあどこまで上がってるのかな。来た来た来た、でかい。うわマジか。くわ、うわ太い。よっしゃー。うわ、6番じゃないけどいた。あ、なんだよこれ。バックウォーターには上がってなかったけど、その手前のワンドにいた。すごいの来たよ。いや、これが青のクオリティだ。ほら、青のダムのポテンシャルを感じさせる、いきなりのグッドサイズ。いきなりこれだもんね。いや、すごいよ青のビーブル。ひったくったよ、ガツンって。たまらん。50はありそうだけどな。うっ、クチッとジピタッと。あ、ない。49.8 みたいな感じ。うん、ありがとう。おー、この曲がってすぐバックウォーターに入る、朝一に入ったところのストレッチに行くんですけど、そこまではいなかったと。そっからちょっと下ったこの縁にいた。でも水深はおそらく、ちょっとこの後ジグ入れてみますけど、まあ2メーターとかだと思うんですよね。だからバックウォーターに上がる手前で待機してるイメージ。こういうところ冷たい水を嫌がってる。周辺をチェックしていく。なんだよ、見た目期待してんのに50センチくらいしか水深ないぞ。うわー、がっかり。はあ、急傾斜に切り替わっても。ああ、1メートルだな。減衰の影響で思ったほどの水深がない。今日はいる場所探しだな。釣れたらついてるってぐらいで。次々とポイントを回っていく。
よし、移動します。まあでも60がいるぞ、どっかには。この中流下流の方が今旬なんですね。上流誰もいなかったけど、ちらほらいるもんな。ルアーをあれこれ変えるところまで至ってないですね。もうルアーはスピナーベイトとラバージュに絞って、今日は気になるところ全部チェックする。この日は青野ダム全域をチェックしたものの、結局反応があったのは朝に釣れた1尾のみ。2日目は青野川筋の下流にあるワンドから始める。水深が深かったので、この冷え込みに強いんじゃないかなっていうので、ここからスタートします。で、ルアーも昨日はスピナーベイトとラバージグしか使ってないんですけど、今日はこれを入れます。シャットテールワーム、パラックスーマン 4.2 インチなんですけど、お腹にネイルシンカーを入れるのはちょっと深いレンジを泳がしてこれるように、これでいきます。だ、今日はここからスタートして、で昨日一発釣ったあそこはあの時間帯に合わせていこうと思ってます。光の加減も良かったんで。決めてるのはそこまでだけです。その後はもうちょっと感じるままに。まずはパラップスイマー 4.2 インチから。貴重なカバーにはギャップジグを丁寧に打っていく。岸から1メーターくらいあるか。反応がない。朝一感が終わってきた。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。